こんにちは。今日はですね、改正民法をですね、ちょっと取り上げたいと思うんですけど、その中でもですね、今回新しく作られた制度として562条の追加請求ですね、追加請求の制度についてお話ししたいと思います。行政書士試験ですね、改正された法律のところ出題される可能性高いですので、改正民法、対策は当然必要なんですけど、今年から主にですね、改正民法スタートするので、どういった形で今年の試験で出題されるかっていうのは、はっきり言ってちょっとわからないところはあるんですけど、いずれにしてもですね、新しくできた制度、こういったところですね、優先度高いと思いますので、注意してですね、対策をしていった方がいいと思います。このチャンネルではですね、私が2年目受験で合格した行政書士試験、受験勉強に基づいて、勉強方法、試験対策などについてお伝えをしていっております。いろんな科目についてですね、勉強方法などについてもお伝えしていますので、よろしければですね、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速始めていきます。まずですね、この追加請求権というのが今回の民法改正で新しく、作られた制度ということになります。で、民法で言うと、売買の契約のところですね、その中の562条ですね、のところの条文になります。追加請求権というのは、どういうことかというと、売主と買い主がいて、その買い主の人ですね、契約に適合しない目的物を引き渡されたときに、できることですね。そうしたことについての内容となります。で、そのあたりをですね、わかりやすくですね、説明していければと思っています。最初にですね、ちょっと条文ですね、せっかく新しくできた制度ですので、ちょっと読んでいきたいと思います。562条ですね、民法の562条、買い主の追加請求権ということで、引き渡された目的物が種類、品質または数量に関して、契約の内容に適合しないものであるときは、買い主は売り主に対し、目的物の収保、代替物の引き渡し、または不足分の引き渡しによる履行の追加を請求することができるというふうに書かれております。で、まだ条文としては続くんですけど、まずは一旦ここで止めまして、ここでですね、まず追加請求権、大事なところですね、3つポイントがあります。この追加請求権ですね、できる内容、追加請求できる内容というのが3つ書かれてますね。1つが目的物の収保ですね。壊れているから直してくださいってことですね。それから2つ目、代替物の引き渡しですね。代わりのものをよこしてくださいと。そういうようなことになります。で、3つ目ですね。3つ目。これが不足分の引き渡しですね。不足分の引き渡し。足りないので、足りない分をですね、ちゃんと引き渡してくださいっていう請求ですね。この3つがですね、あります。目的物の収保、代替物の引き渡し、それから不足分の引き渡し。そうしたことによって、履行の追加をですね、することができるということになります。例えばなんですけどね、カメラ、これを、例えでちょっと用意してるんですけど、カメラを、私が買い主としてカメラを、売買契約で買ったとします。その時にですね、このカメラがもし壊れていたと、買ったんですけど、うまく動作しなくて壊れていたっていう時は、契約の内容に適合しないっていう、場合ですね。そうしたときは、先ほどの3つの例でいくと、目的物の収保ですね。これを直してください。と言って、請求、売り主に対して請求することができるということです。2つ目の例はですね、代替物の引き渡しですね。で、壊れていた。だから代わりのものを、これの代わりのものをですね、よこしてください。ということもできると。それが代替物の引き渡し。2つ目の、紹介した点ですね。それから3つ目ですね。3つ目が、不足分の引き渡しの請求。例えばですね、これ私が2個注文したとします。で、届いたのが2個注文したのに、1個しかこれが届かなかったということになると、当然もう1台ですね、もう1つ、ちゃんと引き渡ししてくださいねっていうことを、売り主の人に請求できるというのが、この新しくできた追加請求権の条文で決められている、3つの請求ですね、そうした内容になります。で、これだけに終わらずですね、あともう2つですね、しておくべきポイントがありまして、それがどういうことかというとですね、ここもですね、最初にちょっと条文を読みますね。先ほどの562条の続きになります。ただし、売り主は買い主に不相当な負担を課するものでないときは、買い主が請求した方法と異なる方法による履行の追加をすることができるというふうに書いてあるんですね。ここはどういうことを言ってるかというとですね、先ほどの例を取るとですね、買い主が追加請求として、例えば、これの何かうまく動かないので、壊れているので、これと違うものですね、代替物を引き渡してくださいと、
買い主の私が言ったとします。売り主側はですね、買い主ですね、私側にその不相当な負担がない限りはですね、私が請求した履行と異なる方法で、履行の追加をすることができるということなんですね。なので私が代替物を、仮のものをですね、これよこしてくださいっていう請求をしたとします。でも売り主側にはですね、まあ、そのカメラ屋さんとします。そのカメラ屋さんはですね、いやいや、あの代わりのものを引き渡すのではなくて、それを修理しますからと言って、履行の追加をですね、異なる方法ですね、履行の追加というのをすることができると、そういうことを売り主側にも認めているっていうのが562条のですね、後半部分に書かれている内容となります。でもう一点ですね、実は押さえるべきポイントがありまして、それはですね、この562条の2項に書いてあるんですけども、これもですね、最初ちょっと条文を読みますね。まあ、前項の不適合が買い主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買い主は同項の規定による履行の追加の請求をすることができないというふうに記載されております。これもですね、まあ、どういうことかというと、買い主ですね、私が、まあ、このカメラですね、カメラを買って何かちょっと壊れているよと、うまく動かないので、先ほど追加請求をしたとします。取り替えてくれ、もしくは直してくださいとかですね、いうことを売り主にこう請求したとします。でもですね、もしその動かない原因というのが買い主である私側に落ち度があってですね、そうした動かなくなってしまったっていうことが起きていた場合ですね、例えばですけど、私が何かこのカメラマニアでこう中を開けてですね、部品をこう見ていた時にその部品を壊してしまったとかっていう理由で、まあ、そうしたような何かの理由でですね、買い主側の責めに帰すべき事由があったとして、そうしたことが原因でこう動かなくなったとか壊れてしまったっていった時はですね、追加の履行ですね、これをまあ請求することができないということが、先ほどの条文の2項ですね、の方に記載されています。これがですね、先ほどの条文のまあ不適合が買い主の責めに帰すべき事由によるものであるときはっていうことですね、まあ、履行の追加の請求をすることができないということになります。まあまあ、それは納得できる内容ですよね。買い主側の責めに帰すべき事由があるんですから、それが原因でまあ不適合が生じたとしても、その買い主がですね、その売り主の人に対して何かしらちゃんと履行してくださいっていうことはまあ言えないということは当然なことかなと思います。で、最後ですね、562条の追加請求権に関わるところでですね、566条、ここもですね、改正ポイントになっているところなんですけど、この履行の追加の請求ができる期限ですね、それが書かれてあって、それがまあ、買い主がですね、その不適合を知った時から1年ですね、買い主が、まあ、その不適合を知った時から1年ですね、この1年以内にその旨を売り主にですね、通知しないと追加請求権っていうのはできなくなりますよっていうことが決められています。で、ここでもですね、その条件がありまして、あくまでその種類または品質ですね、種類または品質に関しての契約の不適合ですね、種類品質に関して契約の内容に適合しないもの、これの引き渡しに関して1年以内の期限というのがまあ決められ適用されています。ですので、数量ですね、数量が不適合であるときは、この566条の1年以内というところの期限についてはですね、適用されてないので、ここですね、まあ、注意ポイントとして覚えておくようにしておきましょう。以上ですね、ちょっとまとめますと、追加請求権ですね、買い主の人が契約に適合しない目的物を引き渡されたときですね、まあ、できることとして、3つ562条の方に記載されていて、まあ、1つがですね、まあ、目的物の集合、そして2つ目が代替物の引き渡しで、3つ目が不足分の引き渡しと、まあ、この3つでですね、その履行の追加というのを売り主に対して請求することができるということになります。で、ここですね、まあ、記述の観点から見るとですね、まあ、追加請求権という制度がですね、新しくできたので、まあ、その言葉をですね、ちゃんと知っているか、で、その内容がどういう制度として定められたのかということをですね、知識として記述なんかでもですね、ひょっとしたらまあ問われやすいところかもしれないです。記述で問題作りやすそうなこう条文のにもなっているので、ちょっとですね、このあたり記述なんかもちょっと意識して条文なんかをですね、ちょっと読んでいくといいと思います。それではですね、本日は以上とさせていただきます。今後もですね、行政書士受験に必要な勉強方法、それから試験対策などですね、お伝えしていきます。チャンネル登録まだの方はですね、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それでは、最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。